ステップ3。量子も連れを使ってエンタングルムスワッピングを行うことなんですが、なんと距離は143キロやります。まずはそれが空間でやることになっているんですが、それがファイバーは使わないことになっているんですね。かなり周到でやっていた実験なんですが、それがビーナ大学の研究者をやりました。そしてこれが ラパルマとテネリフトになってるなんですが、それの、えっと、標高としては2400メートルぐらいにはできてる。それからその2つの拠点の,のとこのあ距離が143キロメートルになってるんですね。うん、そしてフィズカルシステムとしては物理層な,なんですが、4つの格子を使ってるんですね。その4つの,の格子を使って、まあ、キューベットとしてはそれが変更になっている。それから、 A のところにはとエンタングルメントスワッピングも行うことになっているなんですが、A から B にも格子を送ります。そしてと、こういうネットワーク図になっていると思いますが、2つの EPPS、エンタングルメントフォトンペアソースを使っている。それから、えっと、左側にはメジャーメントノードがあるなんですが、右側にもメジャーメントノードがあります。 そして EPPS の間には、えっと、Bell State Analyzer があるなんですが、まあ、国定で,できてたらそれが Entanglement Swapping になっているかもしれません。そうすると、1の方の格子と4の方の格子にはそれが、えっと、できているなんですが、こっち側には Lapalma にあって、こっち側には Tenerife にはある装置になっているんですね。 そうすると、できてたら、なんと、その1と4のキュービットを HV プラス VH の状態になっています。まあ、これが、えっと、EPPS も使ってるなんですが、これが2つのリンクで、それが MSM のリンクアーキテクチャ、まあ、似てないわけではないんですが、それより似ていることは、これが、まあ、RGS、Repeater Graph State としては、それが似ているかもしれないんですね。 まあ、RGS としては簡単な,な,なあの状態になっているんですが、複数の,の,の枝とかには,にはない状態に,になっているんですね。そして残りの,の2つのキュービットは1つのベルペアになってて、えっと、直接測定します。こっちはメモリーはありません。そして、えっと、数としてはこれが、まあ、143キロののでそれが、えっと ロスが 32dB になってるんですが、それがまあ1000分の1より以下になってるんでしょう。そして、それがパンプのレーザーが EPPS で,でやりますが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、上がると EPPS で,で,で、えっ、ー、と、量子もつれの状態の数が増えるなんですが、そのレートが増え,る増えますが、 フィデリティは下がります。なぜかというのはそれが、えー、と同時には1つのとベルペアを作るんじゃなくて2つ3つ作る可能性もありますからそしてそれが最短の,の,のと最低の,の力としてはそれがリワット使ってるんですがそうすると1秒たりには1万5千回のベルペアができているそして最 今日のパンプレーザーの様子としてはそれが 950mW つまり 1W のレーザーに近いなんですがそれがなんと24万回が1秒たりにはできるようになります。そのエントゥエンドのエンタングルメントを認証するためにはまあその実験を頑張ってたんですがその S プラスと S マイナスがあるんですが これが測定してから、ψ プラスになってたか、ψ マイナスになってたか、それがわかるようになります。それが、まあ、BSA の,の,の,あの結果、アウトプット次第なんですよね。そして、それが、まあ、若干2つの、のとフィとベルの,の,のと不等式の,の,の値が,が変わる場合にあるんですが、プラスの状態だったら2.469。 マイナスの状態だったら2.487になります。8000秒、つまりまあ2時間、3時間、2時間以上になってるんでしょう。それからそれが、えっと、力としては低,の方低い方になってるんですが、その 60mW 設定して、そういう状態になりましたので、この様子としてはそれが、まあ、 ノーベル物理賞が持っている、ラブの,の,の象徴のアントン・ザイルンガーのグループの一つの有名な,有名な実験になりました。